Gアイドルの最新曲「ワイフの際どい歌詞」をめぐってネットユーザーたちが激論を交わしています。すでに発表されている通り、 Gアイドルが待望のフルアルバム2から新曲と MV を公開しました。ワイフというタイトルの歌詞は多くのネットユーザーから挑発的、未成年に不適切な内容という批判を浴びています。ソヨン、ポップタイム、デイリーなどの共同制作で書かれたワイフの歌詞は際どい表現でネットユーザーの眉を潜めさせています。歌詞の韓国語部分を大まかに訳すと次の通りです。ねえ、一口大きく味わって、お腹がいっぱいになっても吐き出さないで。もう大人になったんでしょう、お父さん。そうだろうと思ってケーキを焼いたの。それだけじゃないよ、上に乗ってるチェリーも食べてね。そっとキスして、思い切って食べて、どんな味なのか表現してみせて。あなたの舌が少し触れると、あなたはブルルブルルブルル、隅々まで綺麗に拭いて、デリケートな唇には触れないで、頭からつま先までチョップチョップチョップ。覚えたら今度はあなたも上に乗ってみて、もし上手になったら素敵な歌も歌って、水に出会った人魚のように綺麗なダンスも踊って、もし上手になったら私もお腹を鳴らす。気持ちがいいからもっと深くもっと飲み込んでしまう。この際どい歌詞に韓国のネットユーザーからは衝撃や戸惑いなど様々な反応が寄せられました。カーディ B の「WAP」の歌詞を連想する人もいました。2006年のファーギーの曲「ファーガリシャス」やニッキー・ミナージュの「スーパーフリーキーガール」のコンセプトや音楽的な共通点も話題になりました。この曲のタイトルと歌詞の内容から婚外恋愛をほのめかしているという憶測さえあります。 Gアイドルのアプローチに対する意見は分かれています。一部のネットユーザーはあからさまに性的な表現を使ったことを批判し、未成年のリスナーを保護するためにエクスプリシットラベルをつけるべきだと提案しています。一方でグループの芸術的表現を守ることや最近の他のアイドルの曲よりも露骨ではないと主張する人もいます。賛否両論が巻き起こる中、一部のネットユーザーは G アイドルの曲ヌードの歌詞の皮肉さをユーモラスに指摘しています。ネットでは次のような意見が上がっています。小学生の姪っ子が一緒に歌いそうで心配、これは比喩の域を超えてまさに露骨だと思います。なぜマーケティング戦術としてわざと物議を醸そうとするのか、やりすぎとは思わないけど、トムボーイまでは全て完璧だった。歌に官能的な表現があるのは悪いことじゃないと思う。 G アイドルは今回のカムバックの写真についても露出度が高すぎると話題になりました。 G アイドルの今後の展開が注目されています。